それでは乗馬音楽評価会第47期生熊谷聖奈ラストステージセレモニーを開始させていただきます。はじめにスパリゾートハワイアンズエンターテイメントグループマネージャー猪狩光信よりご挨拶申し上げます。マネージャーよろしくお願いいたします。本日はスパリゾートハワイアンズをご利用いただきまして誠にありがとうございます。またこのようにスパリゾートハワイアンズダンシングチームを応援いただき感謝いたしております。本日は熊谷聖奈さんのラストステージということでステージをお借りしましてご挨拶をさせていただきます。熊谷さん、6年間お疲れ様でした。熊谷さんたち47期生は入学直前に東日本大震災に見舞われスパリゾートハワイアンズの営業休止を余儀なくされました。そんな影響で、本来4月1日に入学式が行われるはずでしたが約1ヶ月かな、遅れて入学式を開催しました。入学はできたものの出演を再開できるのか出演できるのかそんなたくさんの不安の中で、スタートしました。その中で、一生懸命一番笑顔でレッスンに取り組んでたのは熊谷さんだなと思っています。私も営業でキャラバン一緒に回らせていただいてますけどもいつも全力でお客様に笑顔を届けるその姿というのはもう忘れられません。熊谷さんは本当にダンスが大好きで負けず嫌いな姿ダンスの上達に向けて本当に貪欲にレッスンに取り組んでいる姿これが今でも思い浮かびます。毎日のままいつもです。明るくて知恵も明るく引っ張っているデータ、このデータの役割で活躍してくださったことに感謝しています。毎日のステージでも明るく元気に弾ける笑顔で迫力あるダンスを精一杯踊っている姿が印象的ですが、そんな姿は多くのお客様に感動を与えたと思っています。今日のダンスも素晴らしかったです。素敵でした。まだまだこの舞台で活躍していただきたい気がしていっぱいですけども、ここで得たいろんな経験を生かしてこれからも頑張ってください。熊谷さん、たくさんのお客様に笑顔と感動を届けていただいてありがとうございました。猪狩マネージャーありがとうございました。続きまして記念の花束贈呈に移らせていただきます。最初のプレゼンタースパリゾートハワイアンズのエンターテインメントグループグループリーダー加山健一様お願いいたします。次に常磐音楽舞踊学院講師橋本加奈先生お願いいたします。
最後になります。スパリゾとハワイアンズダンシングチームキャプテンベリベカー舞子様お願いいたします。
できるようにもっともっと上を目指して挑戦し続けます。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。会場の皆様、ここより最後拍手の方よろしくお願いいたします。卒業おめでとうございます。納めに恒例ではございます。三本締めを行います。三本締めのご発声、つまみとのハワイアンズ、エテネアシアンズバンドマスター斉藤和夫様、よろしくお願いいたします。三本締めの斉藤です。キャリアが長いので、素晴らしい挨拶、花火として頑張ってください。熊谷さんの今後の活躍と歌効果ご検証を記念いたしまして、皆さん参考にしていただきたいと思いますので、ご賞はよろしくお願いいたします。それではご賞はよろしくお願いします。会場の皆様、ご協力大変ありがとうございました。どうぞご本人に大事の拍手をお願いいたします。皆さんおめでとうございます。なおこの後学院生にお時間を頂戴いたします。その後、会場の皆様からもご挨拶をお受けいたしますので、今しばらくお待ちくださいませ。それでは学院生の皆さん、記念撮影の方よろしくお願いいたします。
それでは会場の皆様、このようにご挨拶をお受けいたします。恐れ入りますが、こちらの通路に地鉄でお並びくださいませ。なお、閉館の時間が迫っておりますので、こちらに一列に並んでいただかないとご挨拶できませんので、ご協力をお願いいたします。これからご挨拶をお受けいたしますので、一列でお並びくださいませ。